え、じゃあ凍ってなかったってこと？そう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 、もうすぐ今日の夜全部食べた方がいいっていう感じになってる。1日って言われたらそうよね。だから結構ね、おいしそうに綺麗に詰め込んでたから、それだけでももう十分だから。これもスプーン一個ちょうだい。何が？スプーン。ああ、はいはい。あ、これいいや、うん、あれ食べるのに、黒豆食べるのにスプーンがいるよね。大きすぎる？じゃあお父さんも最初は1個でいいでしょ。お餅聞こえてない。2個。お父さんの耳が悪くなったんです。それで補聴器やったらって言うのに出なくてね。大統領補聴器つけたんだ。耳がね、耳がね、遠くなるのは本当に。耳も老眼になるけど、年取ると嫌だね。でも絶対目にはさ、どうしようもないよね。手術で目だってそうじゃん、老眼だって。あ、手術できるか、目は。目は手術だよ。レーシックとかあるんだ。老眼は無理だけど、うん、耳ってもう手術はできないの？近眼の手術ね。すごいこと。ほら、ソースもついてて。でも今日中に食べろって書いてあったの。だから夕飯の時に頑張って食べたのね。21,800円。いい値段だもん。何人前なの？予期せぬ場所から大量の象牙を発見。調査の結果、この地におよそ3000年前の遺跡があることが分かった。しかし、それは後の大発見。お子さんの方が入りね。みんなか、もんちゃんが買ってきてくれた。これはお肉。たまにはお肉。この少ない方が美味しそうに見える。あと6分よ、ご飯。すぐできる。これ持って帰れ。うん、ありがとう。頼む。これみんなそうなのよ。でもそのいくら輸入品じゃなくて北海道産って書いてあった、ちゃんと。たくさんな。うん、たくさん。あれ、まだ凍ってる時も。凍ってきた。世界最高のコンピューター。まずいかな、まずいかな。うん、食べない。誰も食べないね、青物。そうやって最後じゃない。デザート。あ、でも、いい香りする。しまった。高級食材だから高いからあれじゃない。まずいってことはないんじゃない。うまい。甘い。桃の感じで、桃。おいしい。